こんばんは、ドンチャンネルです。12月29日。おぉ、もう29、30、3日、あと2日で今年終わりやん。うん、早かったね。今年も早かったね。ええまぁちょっとね、今日映画を見てきたので、感想をいきます。タイトルは、サンクスギリング。サンクスギリング。うんとね、最初 TH だから、サンクスディギ、サンクスディギリング。 サンクスギビング、サンクスギビングみたいな、ね、発音じゃないと怒られるんですよね。うん、2023年作制作のアメリカ合衆国のホラー映画、クエンティン・タランティーノ監督とロバート・ロドリゲス監督が手掛けた2007年のアンソロジー映画、グラインドハウス、これ僕見てないんですよね、内で上映された「感謝祭」のフェイク予告編の長期え 長ちょっと映画の中で必要だからってんでフェ,イクフェイク動画を作ったんですよね。うんそ,れそれももう感謝「感謝祭」っていうタイトルになっていてまあこれの長編版を作っちゃおうぜっていうノリでね、まあ、作られたっていうことですよね。タイトル通り「感謝祭サンクスギビング」をモチーフにした映画。 イーライ・ーラロス監督 R18+ 指定、うん、はいあらすじいきますね「感謝祭発祥の地といわれるマサ,セマサチューセッツ州プリマス年に一度の祝祭に人々が沸き立つ中ダイナーで働く女性が何者かに惨殺される事件が起こる」 その後も相次いで住民たちが姿を消し、感謝祭の食卓に並ぶご馳走に模した残酷な方法で殺されていく。街中が恐怖の底に突き落とされる中、地元の高校生、ジェシカたちは、ジェン・カービー、ジェン・カー、ジェンカ・ェンカー、ジョン・カーバーを名乗る 謎の人物のインスタグラム投稿に自分たちがタグ付けされていたことに気づく。投稿を確認するとそこには感謝祭の豪華な食卓とともに、ジェシカたちの名札が意味深に置かれていた。まあ大体こうねどう、どうなっていくかっていうのがもうこのあらすじから想像できますよね。で、僕ね、あのー、 ま、あ、もうちょっと詳しいストーリーを言うとさ、えっ、ー、とね、あ、ちょっと個人名忘れちゃったな。<laughs> 日本で言うと、なん、ホームセンターまあまあ、アメリカってさ、あの、でかいワゴン車をゴロゴロして、なんか、買い物するのが普通なんで、ツールも広いんですよね、めっちゃね。ほんで、えっ、ー、と、まあ、グローサリーショップって言っていいのか、その、 日常品やら食料品とかがいっぱいある、まあ、ショッピングセンターみたいなところがあるんですよ。で、それで、えっ、ー、と、サンクスギビングデーっていうのは、なんか、あの、アマゾンとかもなんか、あの、セールやるじゃない。あれの絡みみたいですね、だから、感謝祭の時に、まあ、人がこ、その、お祝いをする、お祝いをするということは、お祝い用品が売れる。で、それに、 当て込んで、えっと、大セールをやるっていうのが今もう今習慣化していて、まあ、親戚、まあ、子供たちが久しぶりに帰ってくるで反社ショッピングセンターはそれにあ当て込んで安い商品とか、まあ、目玉商品を用意しているみたいな、まあ、雰囲気的には日本のお盆にお盆みたいな感じですよね。うん で、えっとね、あの、ワッフル。ワッフル焼き器っていうのはね、多分ね、アメリカで一般的に使うんでしょうね。僕、えっと、アメリカ大陸を出した時に、まあ、安いモーテルに泊まると、自分で勝手に朝ワ,ワッフルを焼いてちょうだいよ、みたいな感じでね、ワッフル焼き器が置いてあるんですよ。で、えっと、その、生地、生地と、流し込む生地と、 油くっつかないように油が用意してあって、自分で、あの、たこ焼きみたいな感じで、鉄板、えっと、ワッフル焼き器を、最初、最初油落として、で、その後、生地を入れて、パタンと蓋閉めて、まあ、あとタイマーになるんで、ほかほかのワッフルがワッフルを自分で焼くみたいなのがある、あったんですよ。で、このえ映画で冒頭、その、ショッピングセンターの、 えっと、サンクスギビングのセールで、来店者には、あの、100個、先着100名様、ワッフル焼き器をプレゼントっていうことになったらしいんですね。したらしいんですよ。で、人がわーっとこう、もう押し寄せている。うん、あ、これはもう事故が起こるなっていうような状況なんですよ。で、早く入れろってなんかもうみんな、ね、ガーガー言っているのに、その、 ショッピングセンターの経営者の家族とか、まあ、そ,のその友達とかが従業員通路から従業員の出入り口から中に入って自分たちだけなんか勝手にもう商品を触ってるような状況になってそれを外にいた人たちが見てあいつらはもうあいつらも入ってるじゃないか俺たちも入れろみたいなことになって、まあ、ヒートアップしていったんですね。 それで、なんと警備員が二人しかいない、いないで、もう群衆が押し寄せたもんだから、その、ガラスのドアとかがバリバリバリって割れて、もう群衆がなで、なで、なだれ込むみたいになって、そこで、まあ当然事故が起こる、怪我人が出る、死亡者まで出るっていうことになっちゃったんですよね。で、その描写が鮮明にこう描かれるんですよ。なんか、 倒れている人が踏んづけられて腕を骨折するシーンとか、ガラスで顔をブチューってな,なるシーンとか、もうそれがもう結構ホラーなんですよ。うわぁ、これこの映画冒頭から飛ばしてくるなーと思って、で、それがまああのー、一旦収束して、そこでサンクスギリングっていうのがで、タイトルが出てくるんですよ。サンクスギリング。うん、で、えっ、ー、と、 で、次にテロップがね、字幕が出て、それから一年後って言って、ね。それから一年後、そうそう、さっきあらすじで喋ったような感じ、なんか、その、この町の関係者が、惨殺されていく、それも、ハロウィン、ハロウィンじゃない、サンクスギビングデーの時に、あの、七面鳥かなんか出すんですよね。まあ、そういうことになんか模した、料理方法に模した殺し方を、 殺され方をした人たちが一人、二人、3人。え、次俺たち、俺たちが殺されるんじゃないのみたいな恐怖が街中に広まっていくっていうお話なんですね。で、例によって犯人はまあ、確かに怨恨なんだけど、えっ、ー、と、えっていうような感じの人がね、実際、実は犯人だったりして、まあ、最後まで楽しませてくれると。うん。で、 えーとね、この手の映画ちょっと前にも見たなと思って思い出したらあのあれですよあのー「フェリファー終わらない惨劇」あれもなんかそういう映画だったでしょうんまあ太陽映画劇場にね博多の中洲太陽映画劇場に行ってまあ僕は料金で見たんだけど あでね、ポイントカード、ポイントがね、まあ、一回完走したらポイントが一個つくんだけど、えっ、ー、と、6ポイントで無料券になるんですよね、そのカードを6ポイント貯めたら。ほんで、ちょうど今日僕見て6ポイントになって、まあ、太陽映画劇場はもう来年の3月で閉じちゃうことが決定してるんで、ポイントつけるのは、あの、今月あ、年末までですってもう通知来てたんですよね。だからギリでね、あの、 6ポイント貯められたんで、まあ年明けにでもね、またもう一本なんか見に行こうかなと思うんですよね。うん。まあ最近の映画はね、もうよくできてますよね。うん。まあ何も肩肘張らずに100分ぐらいの映画だったかな。うん。まあその、この手の映画って色々あるけど、殺し屋のキャラクターがさ、またいろんな造形してきますよね。 で、殺される人たちは、何かしらでこう、恨みを買った人たちがね、えー、そんな殺し方しちゃうのみたいな、そんな恐怖を味わわせるのみたいなね、まあ、それがこう、まあ、ホラー映画の醍醐味だけど、うん。そう、イーライ・ロス監督はね、うんまあ、こ,のこの作品、すごくうまくまとめてたと思います。うん どうだったって人に聞かれたらね、一応合格って、あの、僕 LINE 返したんですけど、まあ、えっと、フィルマックスのね、評価は4点には届かないみたいだけど、まあ、それに近い点数が出ているみたいで、まあ、十分ね、楽しめる映画なんじゃないかな。うん、まあ、久しぶりに会ったね、 冬休みに久しぶりに会った友達と何もすることない、ないねって、ああ、なんか映画でも見に行こうかっていう話になったらね、サンクスギビングいいんじゃないでしょうかみたいな <laughs>。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。